上司とは、ご節句の一つ。三月三日。旧暦の三月三日は、桃の花が咲く季節であることから、桃の節句とも呼ばれる。そしてそのこと、桃の節句の起源は、平安時代より前であり、京の貴族階級の子女が、天皇の住居である御所を模した御殿や飾り付けで、遊んで健康と役除けを願った、上司の節句が、始まりとされている。 やがて武家社会でも行われるようになり、江戸時代には庶民の人形遊びと節句が結びつけられ、行事となり発展して行った。その後、神製の小さな人の形を作って、それに汚れを移し、川や海に流して、最悪を払う祭礼になった。この風習は現在でも流しびなとして残っている。もともとは5月5日の単語の節句とともに、 男女の別なく行われていたが、江戸時代の頃から豪華なひな人形を飾るひな祭りは女子に属するものとされ、単語の節句は勝負にかけて男子の節句とされるようになり、現在に至る。上司は上旬の実の日の意味であり、もともとは三月上旬の実の日であったが、古来中国の三国時代の儀より三月三日に行われるようになったと言われている。 新暦の3月3日に行われ、ひな人形の段飾りを飾る。上施設にひな人形を飾るのは、日本特有の習族。沖縄県旧暦に沿って行われる。海浜に出かけ、手足を海水に浸して、身を清めて、健康を祈願する。またごちそうを持ち寄って、浜辺で食べる。伝統的な台湾は、旧暦3月3日の上施設に邪気を払うため。 墓参りを兼ねて、当世を行う。中国では、官書より良官を通して行われた行事であり、五官書礼儀史上には、官民みななたばりの水の上に、潔し、洗濯払い所とひう、宿きやかたを去りて、大きいよしをなすなりとあり、官民揃って、水辺に出て、払い上をする行事であった。三月上市に限らず、季節の節に、 同様の払い所が行われ、この払い所の行事が宮中では洗練され、極水園として人口の流水に酒好きを浮かべて酒を飲む弁と変遷した。東大に至ると、極水園は宮中だけでなく上流階級の支援となり、次第に上施設は本来の川みそぎが失われて、水辺での春の遊びと変化し、庶民にとっては農事の設置日へと展開していった。 古代現代ミャオ族、トゥチャ族、リー族、チワン族は旧暦のこの日に盛大な活動を行う。3月3はチワン族やトン族やミャオ族の伝統歌唱の祭りの日である。雲南大理市では3月3日に水節を行うが、ここには古代の城施設のみそぎの風習の面影を見ることができる。一部の漢族は3月3の習族をとどめている。 例えば、コナンなどでは、3月3、地裁にチータンの伝統をとどめている。最近、漢族の間でも、上司の復活の兆しがある。旧暦に行い、サンジュナルと呼ばれている。統制を行う。外出先の屋外に、女性たちは、半鉄という鉄板を持参して、チンバルレなどの春の花を乗せた、ZH、花線という、甘いお焼きを作り、花びらを、 蜂蜜水やゴミ止水に入れた花菜という甘い飲み物と共に食べる。花せん、ありがとうございます。